안 되고 있어가지고 여기 테이블이 있긴 있거든요. 근데 카운터가 있어야 돼가지고 카운터에 손님이 있는지 없는지 안 보이네. 아, 카운터에 손님이 있네. 카운터에 손님 없으면 좋을 것 같은데 여기라도 좀 들어가서 좀몸 너무 추우니까 옆에 여기서 좀 먹다가 형님들 옆에 가게 떨어지면 그때 가든지 할게요. 그럼 여기 좀 앉아도 되는 거 아이가? 손님 두명 있는데 한국어가 적혀 있긴 적혀 있는데. 하이 때 인데스 거? 하이 도저. 아, 네. 지금과 다베키는 오토로데 오케이 ですか? はい. でもやり取りがちょっと韓国語なんだけど OK ですかね。はい、大丈夫。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。はい、あ、書けばいいですか。はい、この1の下に申し込みの数字を書いてください。ありがとうございます。はい、お仕事どうぞ。はい、パブラン戻すのちょっと OK よ。お待たせしました。あ、すみません、ありがとうございます。おすすめです。ここ何時までやってるんですか。よろしく。あ、10時までしかやってないですか。え、でも韓国語はできるんですか。少しすごいじゃないですか。ここやっぱり韓国のお客さんが結構来たから勉強したんですか。そうですね。でも前に韓国語が書いてありましたね。え、自分で書いたんですか。自分で書いた。どうですか最近ここ。うちはもう2月ぐらいから見えてないです。あ、もう2月からですか。え、でも韓国語を書いてあるのにかかわらず来ないみたいな感じ。では牛タンです。あ、ありがとうございます。あ、これがお年ですか。ありがとうございます。お年じゃないです、サービスです。ああ、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。여기는원래가게사모님도한국어를할줄알아요。그러기때문에이가게는원래친한인가게이기때문에한국인오면반겨줍니까라고물어볼필요는없을것같아요。한국인이오면당연히반겨주는가게니까。ここの全体の雰囲気はどうなんでしょうね。やっぱり韓国の方とご商売してある人はやっぱりだけど、もともと韓国の人が来られるからこういう商売をしよう、韓国の人が来られるからこういう商売をしよう、あ、韓国の人が来られるからこれをしようっていう人たちは来られないならやめればいいわけですよ。これをやってからまた切ってプラスみたいな感じならばいいですよね。はい、だから来られなくて国から助成金、国県市から助成金をもらって。あ、それもらってるんですか今。まあもらってる人いるでしょう。ああ、はい、そういう方たちはやめればいいわけ。韓国の人が来られるから浴衣を着せる店をしようとか、あ、まあまあまあ、韓国が来られるから民泊をしよう、韓国の人が来られるから旅館をホテルを建ててホテルをしよう、っていう人はやめればいいわけと私は思います。でも地元の人が結構来て、あと前になんか韓国のお客さんが、これは韓国の人にの注意書きです。でもその韓国語を書いてあったからやっぱ韓国の人が来るのかなと思って、あの、来ましたね。じゃあならばもうドア開けて最初に日本語でちゃんと喋った方が良かったですね。나가서내가설명해줄게。형님들여기앞에글좀보세요。여기앞에글좀보시고냉난방중입니다。문을빨리닫아주세요。벌레가들어가요。굳어버서신발장에넣어주세요。신용카드안됩니다。나는이렇게한국어가적혀있어가지고반대로나는아이가게들어가도되는구나이생각을했었어。그게아니었어。그게아닌게저게가게주인이한국사람한테주의주는거래。한국사람들이문열고막얘기하고문을빨리안닫으니까빨리문닫으라고하고그래서저게주의하는글이었대。아근데나는저기한국어가적혀있으니까당연히한국사람들이많이오니까한국사람들한테이제이렇게저렇게하세요라고알려주는건줄알았는데반대였던거야。근데더웃긴건뭐냐면한국어를할줄아는데한국을그렇게좋아하지않는거보면하이것도웃기고하이상하네。나는당연히한국사람들이오니까한국사람들편하라고저렇게한국어로적혀진줄알았는데한국사람한테주의를주는거래。야이거는진짜반전의반전인데。